平成22年9月10日第25回国民文化祭岡山2010あっぱれ岡山国分祭の開幕まであと50日になりました。この日多くの関係者を集め50日前イベントのオープニングセレモニーが行われました。文化は本当に人々の心を豊かにしてくれます。そして生活に潤いを与え、そして明日に向かってのエネルギーを与えてくれます。そして何よりも地域全体が文化によって元気になってきます。地域が活性化してまいります。国民文化祭50日前を記念して行われたテープカット、この式典に合わせ岡山駅前広場には巨大オブジェがお目見えしました。このオブジェを作ったのは岡山県出身の立体造形作家岡部健さん。およそ600本の流木を使用し、学生ボランティアらとともに8日間かけ組み上げた大作です。また岡山市中心部にのぼりやフラッグが掲げられるなど、町全体で国分祭の機運を高めています。中でも岡山アートストーリーはより芸術を身近に感じることができるプログラムです。町の至る所に様々な作品が展示されています。この岡山アートストーリーは岡山県美術家協会と表町商店街、大型商業施設や金融機関などの協力を得て実現しました。町に溶け込んだ芸術作品の数々、この機会にぜひご覧ください。あっぱれ岡山国分祭開催までもう間もなくです。日本最大の文化の祭典国民文化祭へ皆さんぜひお越しください。せーの、あっぱれ！あっぱれ岡山国分祭は平成22年10月30日から開催です。